磯野、谷口、ウッドベリーに総シェルフ、そして神里、神里がボールを運んできます。早い段階のジャンパー決まりました。中のウッドベリーに入れる、ペイントエリアの中からのジャンパー、スクリーンを使いながらカン、ここは倒れていますがホイッスルありません。パスカット、総シェルフが前にボールを入れます。早い段階で来ました磯野、場内が沸きます。ポイントだけ、先ほど改めて出ました磯野博明。ウッドベリーが仕掛ける、長吉がついているところ、リバウンドは熊本を抑えてセカンドチャンス見事です。リバウンドは抑えている、神里から谷口、スリー来ました。頑張りに応えている熊本ブースター、ボルターズレッドのボルテージもマックス。ジャンパー来ました。押し込んでいく、ここはウッドベリーに対して、ゴール下はスローター、ゾーンディフェンスの福岡、しかししっかりと決めてきます。お互いチームの点取り屋がよくスコアを重ねています。川谷ドライブ、ゴール下、いい合わせでした。ソーシルフへ、ソフトクロックギリギリまで使うか、ここで3、2本連続できました。菅沢の隆起、お見事。さあ、そしてホームの応援によって田渡がボールを運ぶ、キャプテン本村、もう一度田渡、菅沢スクリーンをかけて田渡り来ました。この位置でウッドベリー、大塚とのマッチアップからジャンパー、外からスリーが来ます。田渡り量見事、長吉から大塚、コーナーからのシュートは、ここはファウルはありません。ウッドベリーふわっと来ました。ソーシェリフ、ゴール下見事。菅沢からもう一度、ここは山本修介、長いパス来ました、左のコーナーお見事。そしてジョーダングリーン、グレゴリースローターに阿部がここはコートに入って、マーベルハリス、スリー来ました。ウッドベリーの3、手に当たってはいますがボールつながっています。遠山ヘッドコーチが早くも声を張り上げています。レイアップソーシェリフ、リバウンドしっかりとボールを抑えた後、今度はウッドベリーに阿部がつきます。ジャンパー、そしてターンオーバーから中に入れる、連続スコアになりました。ドライブ、切り込んで自分で行きましたがブロックショット、ソーシルフ長いパス、イーストの今日2本目、カツオダンク炸裂。熊本県立総合体育館、マーベルハリスドライブから苦しい体勢、ここもソーシルフ。さあ、ウッドベリー、谷口と阿部がかなり激しくやり合っている。谷口スリーが来た、キックを使いながらですがパス乱れました。ウッドベリー、ショットクロック4秒、タフショット来ました。アウトサイドに4人、外から本村、スリー来ました。じっくりと行きました。あたりスピンムーブからのダブルクラッチ見事。そしてここで第3クォーター終了のブザーです。9ポイント、じわじわと福岡が追い上げてはきています。ただその度に先ほどの川谷のダブルクラッチ、菅沢ドライブから外、本村から速いパス回し、ウッドベリー来ました。再び両コーナーに山本と本村をセットして、今度はドライブで川谷、川谷の思い切りのいいドライブからのスコアです。ソーシェリフが準備をしています。熊本スリー来ました、山本翔太、マーベルハリスも呼んでいます。再びここはダブルチーム、苦しいパスはターンオーバー、磯野、いい合わせになりました。山本翔太、磯野から先ほどの合わせ、神里が時間を使います。スリー来ました、今日の熊本